性格の悪いジジイとかババアとかってもう本当にあれなわけよね。おるんよ、一定数。確実におると。で、終わってんのよ。でももう確実にお前より早く死ぬけん、もう諦めた方がいいっちゃう。もうそういう奴らってもう自我とかも残ってないと。もうなんか、体を何かに支配されとっちゃう。もう本当に、もう何の生産性もない残りかす、人の残りかすと思った方がいいけん。そう、もともと人間として社会にしっかり貢献しとったっちゃろうけど、もうそうなってしまってはもうね、ただ人に迷惑かけるだけの殻と一緒やけん、殻が歩いとうと思った方がいいやけん、もう諦めた方がいいよ。台風に対してムカついとってもしょうがないやろ。地震に対して消えとっても仕方ないやん。でも確実に自分より早く消えるけん、この世から一生消えてしまうけん、そうっていう余裕だけ持って生きた方がいい。もうそんなんしょうがない、改善とかで。お母さんにはもう言い、あのババアは普通に頭がおかしいけん優しくせんでいいと思って。すべてのおじいちゃんとおばあちゃんに優しくせないかんわけじゃないとよ。うざいおじいちゃんとおばあちゃんに優しくせんでいいとよ。年寄りをいたわれとか言うやろ。学校でも習うと思っちゃうね。年寄り大事にしよう、いたわろうと。いい年寄りだけでいい。良くない年寄りならいたわらんと思って早く死なんかなと思っとけばいいとって。俺はよくそう思って、街でなんかうぜえジジイとかうぜえババアみたいな、あんまでもどうせこいつすぐ死ぬけんどうでもいいやと思っとっちゃう。そう、だけどいたわるやつは普通に選んでいいと思う。選ぼう。そうです。皆さん、みんなを敬わない、敬わないかんわけじゃないけんね。人は選んでいいけんね。